はい、どうもこんにちは、カジマクです。やってきました、アマゾンタイムセール祭り。今日から6月4日23時59分までタイムセール祭り始まりました。とにかくまずは何はなくともエントリー、とりあえずエントリーだけしておきましょう。で、キャンペーンにエントリーして1万以上のお買い物をすれば、4つの条件に合わせて最大5000ポイントまでポイント還元を受けれるポイントアップキャンペーン、これは本当お忘れないように説明欄にリンク貼っておきます。ぜひエントリーを。で、今回は最大 12% ポイントアップ、食品飲料お酒、このあたり 6.5% プラスなんですけど、僕はとりあえず好きなもの買っていきたいと思います。それでは今回タジマックが買ったものをお話ししていきたいと思います。と言っても今回購入したものは3点、ちょっと少ないんですけど、ギリギリ1万円超えました。まずはこれ、新上17歳のアルバム CD を買いました。いや、これ今時 CD 買う方いらっしゃるんですかね。いや、僕はでもやっぱりパッケージのついたこういった CD 買いたい世代なんで、つい今回 CD 買っちゃいました。で、これそんなに新しいものではないんですけど、このアルバムの中に入っている2曲目、こいつら空いてる、この PV がめちゃめちゃ中毒性強くて、ここ最近何回もリピートしてました。斜め上のタイトルタップクリックで、そちらご覧いただけるようにしておきます。よかったらハマってみてください。で、次、クローゼットにかけて収納アイロン台購入しました。はい、最近ちょっとうちの奥さんが使う予定があるかもしれないんで、女性の洋服向きっぽいこういった形のアイロン台を買いました。で、不要な時はクローゼットにかけて収納できるんで便利そうだなって思って、今回はこれを購入しました。で、次、もう最後、いきますよ。せーの。はい、エコーポップ、買いました。っていうか、予約するの忘れていて、結果タイムセール祭りのポイントアップキャンペーン、これを使うことができたんで、まあ、よしとして、今回いくつか出た、Amazon デバイスのうちの一つ、エコーポップを買ってみました。いや、これ、うちには今新規を合わせて、エコードットが3台。第3世代が1台に、第4世代が1台、第4世代のウィズクロックが1台、結構揃ってるんで、不要といえば不要だったんですけど、ちょっとやっぱりアマゾンの新商品、気になるものは買ってみようと思って、今回これを購入しました。で、色はこれ。はい、そう。あの椅子の色と似ていたんで、今回はティールグリーンを購入しました。で、アマゾンの新製品といえば、ファイアマックス11、出ましたよね。で、これ、買います？いや、僕は正直、サイレンカ 64GB でも、34,980円。4000分のコンテンツクーポンがつくとはいえ、ちょっと高いですよね。いや、ここまで出すなら、もうちょっとお安い、Android タブレットでいいかなっていう、そういう気はします。はい、これ仮に、128GB の、本体とスタイラスペンキーボード、これを全部買うと、なんと、52,980円。いや、ちょっとこれは強気な価格じゃないかと思ってます。はい、このあたり本来なら人柱になってもいいところなんですけど、ほんと僕は個人的に用途を見出せないんで、今回すいません、スルーします。で、同じくエコーオート第2世代出ましたけど、これに関しても第1世代全然僕は定着しなかったんで、今回すいません、これもスルーします。はい、こういうところ、どうしても自分の興味持てないものは、うまくお伝えできないと思うんで、このあたりちょっとわがままに、今回はスルーすることにしました。ただ、エコーポップは少なからず、僕も結構興味あるんで、また近々、動画にしてみたいと思います。ということで今回、Amazon タイムセール祭り、ポイントアップキャンペーンで購入したものは3点。その合計金額は、11,142円。で、僕の場合、ポイントアップ 5.5%。557ポイントゲット。こういう結果になりました。今回購入したもの全部、または、タイムセール祭り期間中、これから買い足すものがあれば、説明欄に全部書いておきます。よかったらチェックしてみてください。あ、そうそう、ポイントアップキャンペーンのポイント。ポイントの有効期限が、確定される月の翌月末、こんな感じになりました。
なんでゲットしたポイントもうできるだけ早く使っておいた方がいいかもしれません。僕も今回のタイムセール祭りでそれまで溜まっていたポイント全部消費しました。このあたり残ってる方いらっしゃったら早めに使っていきましょう。で、この動画の説明欄に僕が気になったセール情報いくつか更新していきますんで、よかったらたまにこの動画の説明欄チェックしてみてください。それではとにかくエントリーを忘れなく、また何か買ったものや目星いいセール情報ありましたらどんどんコメントください。お待ちしてます。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。